日本でモバイル決済払わせようという動きがありますが、フランスでもモバイル決済あってますか？全然。全然見ないですね。あの、クレジットカードの、あの、ピッて触れるだけで払えるみたいなやつはそこそこ普及してますけど、モバイル決済してる人ってめったに見ないね。スタバとかでいるかなぐらい？あんまりフランスでは見かけないので、なんとも。あれ、クミ少し痩せた、可愛くなってドキドキしちゃうよって佐々木に言ってください。何も考えないで読みました。あの、僕今お酒が回っていて、あの、こう目で見た情報を脳で処理した後に喋るっていうのができなくて、あの、目で見たものをそのまま喋るっていう状況になってます。はい、マスコミがボーダー化している。ああ、でもさ、マスコミって前からさ、あの、これこれという事件は議論を呼びそうだとかさ、あの、お前が議論呼びたいだけやんとか、お前が問題だと思ってるだけやんみたいな、割とあの、自分の意識を記事に書くっていうのをやるので、あの、今始まったことではないんじゃないでしょうか。ワクチンの中にマイクロチップが仕込まれて国民が国に管理されてるって言ってる医者がいました。でもワクチンの中にチップ入れて病気が治るのだったらそれでいいんじゃないので、管理はされてるじゃん。だってほら、なんか税金払わないと逮捕されるしさ。要するにその法律っていうのを決めて、法律の枠内であなたは自由にしていいですよ。ただこの枠から飛び越えたら捕まえるって刑務所入りたりとか死刑になったりしますよっていう管理をされてるので、今更って気がするけど。漫画のレンタルを飛んだ。漫画のレンタルを行うウェブサービスを運営しています。もしひろゆきさんが同じサービスを運営していて、他社と差別化って利益を拡大していく場合は、どういう戦略を取りますか？作者を囲います。結局、あの、漫画をレンタルするって言っても、あの、要はレンタルを許諾した作者から、レンタルしていくって話だと思うので、そのサイトじゃないところにもレンタルの許諾をしちゃうと思うんですよ。で、そのこの漫画をレンタルで読みたいんだったらここしかないよねっていう差別化をしない限り価格競争になっちゃうんですよ。例えばじゃあ、そのレンタル漫画サイトがめちゃくちゃ儲かったら、これって誰でも許諾取れるんだから俺もやればいいじゃんっていうので、似たようなサイトがボンボンできて、あの、価格がどんどん下がっていっちゃうんですよ。なので、あの、そのサイトにしかないものをどれだけ作るかっていうのが割と重要だと思うんですよ。っていうのの結果で今起きているのが、ネットフリックスとアマゾンの独自映画と独自コンテンツを作る。要するにその映画、有名な映画ってアマゾンプライムでもネットフリックスでも見れるんですけど、それだとその要は勝負に勝てないっていうのが分かって、ネットフリックスオリジナルとかアマゾンプライムオリジナルとか、ただあの、松本人志さんがやってるドキュメンタルを見たいんだったら Amazon プライムに入ってくださいとか、 Netflix オリジナルでハウスオブカード見たいんだったらハウスオブカード、あの、 Netflix 入ってくださいとかっていう感じで、独自の商品を作って差別化をしない限りは価格競争で負けてしまうのではないでしょうか。ある地域が観光地化していく過程で、その土地の文化がゲスト優位に形成されて良いと思われますか？はい、いや、あのね、観光地化されることが悪いみたいなのあるけど、観光地ってめちゃくちゃ美味しいんだよ。だってほっとくだけで人が来てさ、で、人が来たら飯食うし泊まるし金落としていくわけじゃん。なのでゲスト優位にして観光地として成立させた方が、あの、要はあの、観光地になるとさ、下手したら1000年とか食えんのよ。だってイタリアとか、まあ、ローマとかさ、まあ、エジプト今揉めてるけどさ、で、あとパリとかさ、数百年とか千年とかな食ってるわけですよ。昔そのなんか遺跡を作った人のおかげで。なので、あの、費用対効果めちゃくちゃいいんですよ、観光地って。なのでゲストが幸せになる構造にした方が観光地は千年食えると思います。ひろゆきさんがフランスを移住先に選んだ理由は何ですか？あの、アメリカ人が覚えて得をする言語っていうので、スペイン語って覚えても得しないんですよ。あの、メキシコ人がスペイン語を喋れてアメリカに来て英語を喋るので、
で中国語って中国人で英語喋れる人って多分3億人ぐらいいるんであんま意味ないんですよ。なのでアメリカ人が覚えて渡航する言語ってドイツ語とフランス語なんですよ。っていうところでフランス語を喋れるようになるとアフリカにも暮らせるようになるのでフランス語お得かなと思ったりもしました。はい、勉強になりました。ありがとうございます。ひとしかきはなさん、すいません、僕名前覚えてないんでこれ僕何に対して答えたやつに対してなんか全く分かんなかったです。でもとりあえず1000円もらえたんでありがとうございます。もずくっておっさんの味の指の間のすっかい匂いするよねって言われて食えなくなりました。あなたの嫁さんはおっさんの足の指の間の匂いを嗅いでるんだ。変わった嫁さんっすね。おっさんの足って普通嗅がなくね？自分から嗅ぎに行くの？っていう嫁と結婚するってことは、おっさんの足の指の間の匂いが好きな嫁が好きな人だから、まあマニアですわな。はい。ロンドン来たことありますか？これで遊びに来てください。3、4回ぐらい行ってますけど、2ポンドじゃ行けないと思います。3、4ヶ月前にロンドンに数時間滞在で行ったら税関でね1時間ぐらい止められたかな。その人と会う予定があって行くことにして、でホテル泊まると高いから LCC って安いやつ行ったのよ。行くの往復で1万円しないぐらいかな、8000円ぐらいのやつで、で一泊すると、まあ、1万円ぐらいかかっちゃうじゃないですか。なので夕方に着いてその人と会って飯食って、で夜に空港に戻って深夜便で帰るって安い便で帰ろうと思ったら、そのお前何しに来たんだと、ロンドンにフランスから。でまあ、人に会う予定だったんだけど、問題はその人が来れなくなったと。なので僕はやることがないからとりあえず観光して帰ろうと思うんだよねっていう話をして、で僕そのいつも持ってるカバンっていうのでそのまま旅行に行くんですけど、メモリーカード異常にいっぱい入ってるんですよ。その一眼のカメラをまあ、仕事から使うこととかもあって、で一眼のカメラってデータが多いのでメモリーカードがまあ 3,4 枚入ってたりするんですよ。で予備だったりとか、あとなんかまあパソコンも入ってて、でパソコンで作業するようで、そう友達から預かりっぱなしの USB メモリーとかがいろんなの入ってて、ね、USB メモリーと SD カードだけで 5,6 個入ってたもんな。でその数時間しかイギリスにいないのにメモリーカードを異常にいっぱい持ってるおかしなアジア人が来たみたいな話になってて、で来た理由が人と会うけどそいつは来ないみたいな、で正直に言ったのよ。でお前の話を聞いてる限り明らかに怪しいって言われて、うん僕もそう思うって言ったのね。でその結果すげえ調べられて、でじゃあどこに滞在するつもりなんだ、滞在する気はない今日帰るみたいな。でさらにややこしい話があって、その4日後にもう1回イギリスに行く予定が入っちゃったんですよ。でそれは全然関係なくて、そのうちの彼女と一緒にイギリス行ったことないんでイギリス行こうって話で、ああいいんじゃないですかっていうので取った予約が、たまたまその取ったその予約はね3ヶ月前ぐらいから取ってたんですよ。でその今日の予定はその人と会うっていうので2日前に取って、たまたま取ったからこの要は少ない3日後みたいな期間で来てるんだよみたいな説明をすればするほど超絶うさんくさいんですよ。で悪い人っていうのが、そのメモリーカードにそのチャイルドポルノデータとかを入れてそのイギリスに持ち込むみたいな人がいるらしいんですよ。で僕パソコンもあるし、まあ、スマホメモリーカードもあるけど、ただ本当にチャイルドポルノ持ち込むんだったらオンラインの Google ドライブとか使うから、わざわざ物理のメモリーで持ってかねえよって話をするわけですよ。そうコンピューターに詳しいから余計に怪しいみたいなことになって、すげえめんどくさい時間が流れて、でその LCC だったんで、ロンドンからね
片道ね1時間半ぐらいかかる東の果てにある空港に行ったんですよ。でその東の果てにある空港に着いて、でそこのね電車がねなんかねストだかなんかでたまたま止まってて、でその時間かったせいで、それがなんか時間が過ぎちゃったせいで別に乗らなきゃいけなくてみたいな、で結局その夕方にロンドンに着くはずだったのに真っ暗になってからロンドンに着き、であの事前に調べていた500円ぐらいで飯が食えるファーストフードの店はもう閉まっておりみたいな、そんな感じであのトルコ料理を食って帰りました。はい。